きたいと思います。いや、はーちゃんも最初なんかね、セリフ読み放送がしたかったの、最初は。で、まあ、セリフを読み放送のために、変なね、臭いセリフをね、募集してみた結果、なんかなんかレシートみたいなめっちゃ長いやつが来たりとか、なんかめっちゃわけわかんない、なんか臭いセリフがめっちゃ来て、もうひたすらその臭いセリフを淡々と読む放送ってやばいじゃん、普通に。だから、もうもはや、はーちゃまは、その第三者からの視点から、ちょっとね、今回はね、真剣にね、まあ、見ていった方がいいんじゃないかと思って、だから、今日はそう、普通にね、分析をしていこうと思います。俺らは前世で愛し合っていた。今世はやめましょうってことで。腹立つ。え、てかこれどっかのさ、なんかこれどっかの漫画のセリフじゃないのこれ。え、なんか知ってる人いないこれ。俺らは前世で愛し合っていた。てかなんで愛し合ってたんだよ。今世はやめましょうって。やめんなよ。振られてんだけど、なんでハーチャマが振られなきゃいけないの。なんか振られて浮気した時の言い訳。あ、そういうこと。え、なにそれ、浮気した時にこんなこと言われたら腹立つんだけど。ハーチャマごめんねって書いたの、お前か。お前なのか書いたの。おい、あ、何様なんだよ、まったく。なんで振られてんだよ、なんで振られてんだよ、なんで振られてんだよ、ふざけんなよ。いや、なんか、なんか知らないけど耳が赤くなってきた。別にハーチャマが恥かいてるわけじゃないのに。やばい、めっちゃ耳熱いんだけど。よしで熱いんだけど。ハーチャマが滑ってるわけじゃないのにさ、なんかハーチャマが滑ってるみたいになってんじゃん。嫌なんだけど。よし、次行こう。これがマジでさ、なんなんだこれと思って、なんか物語が重くなってきたんだよ、これ。これね、しかもなんかタイトルもついてるんだけど、仕組まれた旅行ということで、俺&赤いハート CV 赤いハート。なんだこれ。マジの怪文書。俺と同級生5人との旅行のはずだった。何これ、はめられたの。はめられちゃったの。だが、はめられた誰にだよ。最高の舞台も用意した。勇気を出すのは今だ。 PS 告白のくっさいセリフ後で教えてちょ。なえ、いきなりどうしたの。何なんで、え、集合時間ちょうどに送りやがって。まあ、二人きりの旅行はあいつが作ったようなものだ。え、なに、あ、誰かに送られてきたんだ。それか、あー、理解理解理解した理解した。なんかいたたおしい、いたたおしい気持ちになってきたとか言ってるんだけど、辛いとか言ってるんだけど、コメラつ、辛いとか言われてんだけど。僕もハートのこと好きだけど、君だけを愛してしまうとみんなが嫉妬しちゃうから、ハートの気持ちに応えることはできない。なんでぶってんだお前、なんでぶってんだお前な。またまたまたぶってさ。でもハートが卒業した時も気持ちが変わってなかったら付き合おう、それまで待ってるから。違って、なんで来るなよ、ふってキスすんなよ。振るのはわかるけど、なんでお前が振るんだよ。なんでだよ、クソ。なんだこれ、やっぱもうか、気も、なんだこれ、僕の心臓の鼓動が君の心臓の鼓動と、なにこれ、お、呼び押し合ってる気がするんだ。ねえ、二人で一緒に血液が流れるぐらいのスピードで世界を見てみないか。え、なんなの、な、なに、血液が流れるぐらいのスピードって何。例えが、